沢野さんの運転で佐島の、マゼランにこれから向かおうと思います。隣にしんちゃん乗ってます。沢野さん、はい、どんなところですか。ですね、有料の、老人ホーム、老人ホーム、はいはい、あのどっちかっていうとその本当に体も健康で、あの自活っていうのかできる人向けの高級有料老人ホームみたいな中にレストランとスポーツジムとあと温泉、温泉、あ、いいですね。要はスパっていうんですかね、あの体動かした後に汗流せませんみたいなのが併設されていて、一般の人も出入りできる場所になってるんですよ。でちょっと静かで駐車場も広いし、なんかねその景色がいいんですよ、そのレストランの。でその下のカフェもめっちゃ空いてるっていうか、あの下のとかだと混んでますよね、はいはいはい、でそこはダラダラになんかこういられる場所なので、ちょっと穴場なのでご紹介したいなと思って、はい、キャンピングカーも止められる感じですかね。全然余裕で止められて、有料じゃないので、はい、いくら使わないと何時間止められないとかじゃないので気楽でいいかなと思います、はい、よしさあ、はい、じゃあ迎えたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。葉山フィッシュクラフトです。今回はですね、あの佐島にあるマゼランというお店なんですけど、キャンピングカーでですね、来られるお店で、なんだっけ、レストランと温泉スパ。スパが入って、スポーツジムもなんかあるらしいんですけど、はい、ちょっと興味あるんで、佐島のマゼラン行ってみたいと思います。イエイ。おお。すごいサップボード、これも触れた空気の口、いいですね、スパカフェ、スパカフェ、ちょっとアップです。温泉もたの500円です。安くない？こんにちは。あ、ここもすごい。本が。いいね。ここ行くない？ここワンオーダーすればなんかいいみたいで、飲み物あそこのランチで、こっからの景色がこれ、これですよ。これですよ。これ見ながらのこれですね。ご飯食べた後ちょっとゆっくり話したい時とかいいですよね。でちょっとこっちは壁際が3人席とか、なんかすごい気に入っちゃったんじゃないですか、ペトさん。しんちゃんの方も目が入っちゃってました。動けない動けない。こっから富士山も見えますしね、うん、外もいいですね。外もか、うん、いい。ここがカフェのメニューです。すごい種類いっぱいあります。なんかレストランともっと違うんですかね、うんうん、コーヒーだけでも、すごい種類ある。ホットジンジャーとか美味しそうですね。スムージーあるよ、スムージー。良くないですか。ブックカフェ11時から夜の7時まで。頼みます。はい、じゃあお願いします。では、はい、いただきます。はい、肉ランチ、どうぞ。どんな感じですか。お肉とスープとサラダと、すごいですね、これ。あ、パンとご飯選べる感じ。ご飯が選べます、うん、
私はパンにしました。デザートも来るんですよね。はい、おいしい、おいしい、食べ物好きのガーリックソース、なんかお肉めっちゃ柔らかい、柔らかい、そんな感じでたっぷり量があります。私はですね、ちょっと海鮮丼を頼んだんですが、すごいエビやらマグロやらタコやらシラスやら入っていて、さらにこの豚汁ですよね、これね、豚汁とカニのなんかこれあんかけの何でしょうか、あんかけでポテトサラダで、もりもり今北沢さんとしんちゃんが食べてます。もりもり。それでは食事が終わって今デザートタイムになりまして、私がオーダーしたのはこのハイビスカスのホットティーとバニラアイスとプリンとこのいちごが入っているというデザートです。そしてお待ちかねの北沢さんとサーノさんのアイスティー、アイスティー、はい、はい、で新沢さんが頼んだのがこれはパンケーキ、これスポンジケーキ、パイセットでしたっけ、スポンジケーキ、はい、ベリーが美味しそう。美味しい。美味しい。甘さが控えめで美味しい。美味しい。アイスの上にプリンありますね。え、どうなの？上がプリンっぽくて中がアイス。茶色いのがバルサミコ酢って書いてあります。今ちょっとバニラアイスちょっと食べてみます。イタリア人の、うん、美味しい、ちっちゃく見える、でこですよ、ちっちゃく見えるって幸せですね、幸せ、いい仕事ですね、仕事。チャンネル登録と